いやー、50代の夏の着こなしを考えるのって難しいよな。そもそも短パンっていいんだっけ？ T シャツ1枚だとちょっとカジュアルすぎる気もするし、何を着ていいのかよくわからない。誰か教えてくれないかな。まあ、そういえば最近しゅんさんが40代50代向けの動画作ってるけども、40代と50代でも微妙に変わるから、50代に特化した動画が見たいんだよな。そのあたりやってくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、50代の大人が選ぶべき夏服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の動画の中でもですね、様々な年代の方に向けた動画をお届けしてるわけなんですね。普段は結構30代から40代の大人世代に向けてですね、情報発信をしてるんですが、最近では結構50代の方に向けた動画もですね、お届けするようにしてるんですね。まあ、僕のチャンネルというのは基本的にはベーシックなところが軸足にありながらも、その上にですね、ちょっとトレンド感を漂わせるようなアイテムだとか着こなしをご紹介するようにしてるんですが、ただ世代によってそのベーシックさの分量だとかトレンド感の交え方がちょっと変わってくるのも事実なんですね。30代の方であれば割とサイズ感ゆったりでトレンド感漂うような着こなしも全然ありかなと思うんですが、まあ、50代になってくるとよりベーシックな部分が多くなってくるかなと思いますので、サイズ感の選び方も変わってくるかなと思うんですね。で、40代と50代も結構僕は一括りにしちゃうことも最近はあるんですが、ここも厳密に言うとやっぱり変わってくるんですね。まあ、僕自身が今40代前半なんですが、割とですね、僕ぐらいだと30代の頃のですね、トレンド感ある着こなしっていうのもそのまま楽しむことができたりするんですね。たださすがに50代になってくるとなかなかそれも難しい場合が多くなってくるかなと思うので、今回は50代というところに特化しながら、ベーシックかつサイズ感もかなりですね、ジャストサイズに近いような形でしっかりと50代の方に安心感持ってですね、見ていただけるような動画を作りたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に50代の大人の男性に合うですね、夏服を皆さんにご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、具体的なアイテムに入る前に、まあ、どういったものを50代の方にお勧めするのか、基本的な方針をですね、皆さんにお伝えしたいなと思っています。まあ、先ほどもちょっとお伝えしましたが、まずはサイズ感に関しては、まあ、最近のトレンド感を捉えたようなゆったりめという形ではなくて、ジャストサイズ、これがですね、ベースかなと思います。まあ、それプラスアルファ少しだけゆとりがあるぐらいであれば、僕はですね、50代の大人世代にはハマるかなと思います。ただ普段の僕の動画でお伝えしているようなものの中でも、結構ワイドだなと感じるものに関しては注意が必要かなと思います。例えば半袖の T シャツとかポロシャツはこれから出てくるかなと思うんですが、袖の長さですね、このあたりも注目していただきたいんですね。普段僕がご紹介しているものは腕の関節と同じぐらいかそれよりもちょっと長いものが多くなってくるんですが、今回ご紹介する50代向けのアイテムというのはもうちょっとすっきりめなんですね。あとは身幅だとか着丈の長さとかも注目してみていただくと、いつもの動画のアイテムよりは少しコンパクトになってるかなと思います。続いてデザインの方向性なんですが、これはいつもとそんなに変わらないんですが、ベーシックで定番的であるということですね。トレンド要素を強めにしたアイテムよりはある程度見慣れてるアイテムの方が50代の大人世代には似合いやすいかなと思います。というのもやっぱり50代の方であればお付き合いされる方も同年代の方とか、まあ上の方もいらっしゃると思いますが、そんなにこう10代20代の方とすごく付き合いがあるというよりは、同世代とプラスマイナス10歳ぐらいのところとお付き合いすることが多いかなと思うんですね。そうした時にあまりにトレンド感あるものだと前の方々も理解できなかったりするし、あとはその方にですねなかなかフィットしづらかったりするので、このあたりはベーシックだとか定番的なところを軸足にした方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。で、3点目、素材感だとか作りの良さですね。このあたりもすごく重要になってくるかなと思っていまして、まあ、10代20代とか30代前半であれば結構安い服をですね今の気分でどんどん変えていくっていうのが良かったりするんですけども、それよりは大人の男性であれば素材の上質さだとか作りの一定の良さだとか、そのあたりでちゃんと雰囲気に合うように調整した方がより自分を素敵に見せてくれるというところもあるので、素材感だとかそういったところもすごく重要になってくるかなと思っています。あとは色選びですね。このあたりも大事で、例えばですね結構50代ぐらいの世代でベージュだとかライトグレーだとかブラウンだとか野暮ったく見える色だけでですね全身コーディネート
してる方もいらっしゃったりするんですね。そうするとシャープに見えなくて、どうしてもですねどんよりとした雰囲気になってしまうんですね。なので色使いとしてはちゃんとメリハリが効いたシャープさがあることと、もしくはちょっと綺麗な色なんかをうまく使っていただくのもすごくいいかなと思います。このあたりを踏まえた上でですね、早速1点目のアイテムからご紹介をしてみたいなと思います。こちらですね、ビューティー&ユースがですねウェブ限定で展開しているワードローブスマートののりたけポロシャツですね。価格が7920円ということで、これは50代の大人世代には非常に使いやすいアイテムなのかなと思っています。結構ですねこの50代向けの動画の中でワードローブスマートを出すことが多いんですけども、意外とスレッドショップのオリジナルってトレンド感が強いものが多かったりするので、こういったドベーシックなものって少ないんですよ。だからこそこのワードローブスマートってすごくありがたいシリーズだと思ってますし、50代の大人世代にも似合いますし、40代後半の方にもしっくりくるかなと思います。それだけではなくて、オフで使うことを前提にしていながらもちゃんとですねビジネスカジュアルまで使えるような綺麗さもあるので、すごくですね使い勝手のいいレベルかなと思います。こちらのポロシャツに関してはまずはサイズを見ていただきたいんですね。先ほどもお伝えしましたが、袖丈が結構顕著に違いが出るかなと思います。トレンド感を漂わせるポロシャツであれば、僕はですねちょっとゆったりめぐらいの方が好きなんですね。40代前半の僕でもこのようなタイトなものはあまり着なくて、もうちょっとゆとりを持たせるんですが、50代の大人世代であれば袖丈、腕の関節よりもちょっと短めになってるかなと思います。袖のフィット感もやや最近のポロシャツよりはタイトになってまして、すっきりめになってますよね。で、身幅もですね割とジャストサイズからほんの少しゆとりを持たせてるぐらいで、体のラインを綺麗に見せてくれというところも意識しています。丈も長すぎないですよね。このまずサイズ感が絶妙でいいと思いますね。ジャストサイズはいいんですが、かといってピタピタなタイトっていうのもこれまた古臭い感じがしてしまうので、そのあたりは避けて、ちゃんと大人にちょうどいいサイズ感にアップデートされてるのがこちらのポロシャツかなと思います。で、襟の形を見ていただくとですね、ワイドカラーのようなですねちょっと襟の開きが広くて綺麗に見えるようなバランスになってまして、第一ボタンを開けた時の広がり方すごく綺麗だなと思います。下には、T シャツとかをあんまり着ないで、インティーとかそのあたりのベージュのですね首元から見えないようなインナーを着てもらって、その上にですねこのポロシャツを着ていただければ、軽快な感じで首元もですね見せることができるかなと思います。これは白 T と重ねなくても僕はいいような気がするんですね。特に夏なので、これはさらりと素肌をちょっとだけ覗かせながら着ていただくといいかなと思います。で、素材使いもすごく良くて、老舗の生地ブランドであるのりたけのですね素材を使って作っているんですが、表面にですね微光沢感があってすごく上品な雰囲気も漂ってるんですね。このあたりの作りの良さだとか素材感の良さというのも大人の着こなしにはすごく重要になってくるので、ぜひこういったですね質のいいものを揃えていただければなと思っています。ただ質がいいといってもですね、価格の差はめちゃくちゃあるんですね。先日もコラボレーションしましたが、ジェディアさんで取り扱っているようなイタリアブランドもなんかも非常に魅力的でいいんですが、やっぱり値段が高くてなかなか手が出ないなという場合は、セレクトショップのオリジナルぐらいがちょうどですね買いやすかったりするので、これぐらいでもバランス取れてなかなかいいんじゃないのかなと思っています。余裕がある方はイタリアのブランドの中でも素敵なポロシャツってたくさんあるので、そういったものを選ぶのもいいかなと思うんですが、ジャストサイズのものを選ぶとすごく50代の世代には似合いやすいかなと思っています。カラー展開は3つになっていまして、ホワイト、ブラック、オリーブなんですが、一押しはブラックです。先ほど色についてはシャープな雰囲気にした方がいいというところをお伝えしましたよね。ベージュだとかグレーだとかブラウンだとか、そういった色自体が悪いわけではないんですが、そういった色だけで全身をコーディネートしてしまうとどんよりしてしまうので、引き締める要素ですね、このようなブラックというのはシャープにシャキッとスタイルを引き締めてくれるので、すごく大人世代には似合いやすいので、まず鉄板はブラックですね。で、もう一色オリーブですね。こちらを見ていただきたいんですが、先ほどお伝えしたように清潔感漂うようなシャキッとした色ではないんですね。どちらかというとオリーブというとミリタリーだとか土っぽさを感じる部分ではあるんですが、この色がすごく綺麗なんですね。微光沢があってオリーブとちょっとグレーを混ぜたようなすごく曖昧な色合いで、大人世代でもちょっとおしゃれ感出したいのであればこの色おすすめです。このポロシャツに対してベージュのチノパンだとかライトグレーのパンツとかを合わせてしまうと、ちょっと全身がぼんやりしてしまうので、例えば黒のパンツだとかホワイトのパンツみたいにシャキッとまとめたり、ちょっと明るさを出してまとめたりすれば、意外とこのようなポロシャツの色もちゃんと着こなせるかなと思うので、ブラックのポロシャツがすでに持っている方はオリーブなんかもすごくいいんじゃないのかなと思います。単体で着てもいいですし、ビジネスカジュアルで着るのもすごく使いやすいので、ぜひチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムなんですが、半袖のシャツですね。これまた大人世代にはもう絶対的に必要なアイテムかなと思うんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。アーバンリサーチドアーズの UR テック高機能リネンオープンカラーシャツですね。価格が8250円ということで、まあこれ僕も持っているので、後ほど着ているですね、映像も流したいなと思うんですが、これはかなり仕上がりがいいので、もうぜひ皆さんにもお勧めできればなと思っています。カラー展開が豊富なんですが、個人的には僕も持っているですね、こちらのブルーですね。これがすごくいいなと思うんですね。まあ先ほど冒頭にも触れましたが、50代のですね、色選びとしては、シャープに見えるようなブラック系みたいなものは鉄板でいいかなと思いますし、あとは綺麗に見えるような色ですね。このあたりも意外と着るとですね、素敵に見えるのでお勧めしたいんですが、今回のこちらのブルーですね、すごく色合いがいいんですよ。僕も持ってるので、ちょっとこちらを見ていただきたいなと思うんですが、ネイビーのような濃い色ではなくて、夏らしいブルーの清涼感あふれるようなカラーになってまして、その中でもブルーなんだけどもちょっとグリーン味がかっていて、この曖昧な色使いというところがすごく魅力的なんですね。結構大人世代にも似合いやすい色で、着るだけでおしゃれに見えますし、清潔感みたいなところも漂うので、これは50代の大人世代にもぜひトライをしていただきたいカラーかなと思っています。まあオープンカラーシャツってどこのブランドでもやってるんですよ。ユニクロでもやってるし、グローバルワークでも無印良品でも大体の衣料品店でやっていますので、あとはその中でどういったサイズ感なのか、どういった素材感なのか、どういった色なのか、これで選ぶといいかなと思うんですね。で今回はやっぱりこの色ですね、ここをメインとして選んだ時にすごく発色が綺麗で清潔感も漂う色なので、これはおすすめしたいカラーかなと思っています。で素材使いも良くて、風合いとしてはちょっとリネンライクではあるんですが、 UR テックというですね、独自で開発している素材を使っていまして、吸水速乾性に優れているので、汗かいてもちゃんと吸ってくれて乾きやすいというところですね。そして UV カット機能がついていて日焼けしづらかったりだとか、ちょっと接触冷感機能なんかもついているので、生地が肌に触れた時にも気持ちが良かったりだとか、結構ですね使いやすい機能性も満載なので、そういった意味でも使いやすいんですね。でサイズ感なんですが、これはジャストサイズというよりは少しだけゆとりを持って設計されているので、身長164センチ53キロの僕だったら M サイズを購入してるんですが、もし僕が50代でもうちょっとベーシック路線に行くのであれば S サイズでいいかなと思います。このあたりのサイズ感だけ気をつけていただければなと思うので、通常サイズを選ぶか、場合によってちょっと大きいなと感じたらワンサイズ下もですね試着をしてみるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。いずれにしろ少しだけ緩さはある設計なんですが、そんなに大きすぎるようなサイズ感ではないので、そのあたりは安心していただけるといいんじゃないのかなと思っています。コーディネートは簡単で、この下に白の無地 T 着て黒パン履いとけば、それだけで着こなしが完成してしまうので、非常に使い勝手がいいアイテムかなと思います。まあ、黒パンだけではなくて、夏場であればネイビーのパンツなんかも結構いいかなと思うので、そのような形ですっきりと着ていただければまず間違いがないアイテムなので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね。T シャツ行ってみたいと思います。グリーンレベルの LA ポンチワイドカラー T シャツ、価格は6600円ということで、これがですね、50代の大人世代が着る T シャツとしては、結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。無地の T シャツといってもですね、結構いろんなバリエーションがあるわけなんですね。その中から50代の大人世代に似合いやすいものはどれなのかというところを考えるとですね、僕の中ではいくつか大事な項目があるんですが、最も重視しているのは、厚みですね。 T シャツの生地でもですね、結構薄くて透けるぐらいの質感のものもあったりするんですね。それに比べてこちらの T シャツのようにちょっと厚手のですねポンチ素材を使ったものもあったりするんですが、こういったものでは全然見え方が変わってくるんですね。薄い方がちょっと下着っぽく見える可能性があったりだとか、体の丸みだとかラインを拾いやすい可能性があるので涼しくていいんですが、結構50代以上の大人世代には難しい素材感かなと思います。一方でこちらの T シャツに関してはポンチ素材ということで、 T シャツ以上スウェット未満というところで、このあたりの生地の厚みというのはめちゃくちゃ涼しいというわけではないんですが、体のラインを拾わないですし、一定の綺麗さを漂わせてくれるので、僕は大事な項目かなと思っています。でサイズ感に関してもこれはですね、ゆったりめに仕上げているのではなくて、例えば袖の長さですね、腕の関節よりもちょっとだけ短めにしています。身幅もジャストサイズよりは少しゆとりを持たせていますが、ただビッグシュートにならないようなバランスなので、結構大人世代には使いやすいです。そして着丈もスッキリとしているので、このあたりも含めて大人向けのですね T シャツに仕上がってるかなと思います。また細かな部分なんですが、襟元ですね、このあたりは着脱がしやすいようにそんなに狭めにはしてないんですね。結構大人世代だとこの首元があまりにも締まってると着脱が面倒すぎて嫌になる方もいらっしゃるかなと思うんですが、そのあたりはちゃんとですねワイドめに設計してあるんですが、首元がだらしなくならないようにしっかりとそのあたりはバランスをとってあるので、なかなか仕上がりがいいかなと思います。首元ので
ですね、リブ部分もですね、結構大きめの設定で、デザイン的にも一つのアクセントになってくるかなと思います。あとは袖の部分だとか、裾の部分ですね。このあたりもですね、ちょっと切り替え部分が太めに作られていますので、ニットっぽい見え方になってるんですね。生地はポンチ素材で、ちょっとだけ厚みがあって、デザイン的にも少しニット見えするようなディティールがあったりするところで、50代の大人世代が1枚で着てもだらしなく見えないようなポイントがしっかりと散りばめられたような、そんな T シャツになってるかなと思います。でカラー展開3色なんですね。ダークグレーとホワイトとブリックっていうですね、ちょっとオレンジっぽい色合いなんですが、まあ個人的に一押ししたいのはダークグレーですね。 T シャツの色として結構代表的なもので言うと白だとか、あとは真っ黒だとか、このあたりって結構ベーシックかなと思うんですが、意外とダークグレーの T シャツって使い勝手がいいんですね。僕もダークグレーの T シャツ大好きで、いろんなものを持っているんですが、ブラックほどは重たくないんだけども、シャープに見せてくれるんですね。白 T もいいんだけども、意外とですね、1枚できた時に様になりづらいという問題があって、そこをですね解消してくれるには、引き締まるダークグレーというところがかなり使いやすいんですね。まあ、この T シャツに対して例えばブラックのパンツでモノトーンで収めてもらってもいいと思いますし、あとはホワイト系のパンツで明るさを出すのも良かったですので、意外と使いやすいです。でホワイトなんですが、下着っぽく見えるような生地の薄いものでもなくて、ちゃんとディティール的にも凝った作りになっているので、こちらの白 T であれば僕は選んでも全く問題はないかなと思います。清潔感漂うようなスタイルを作りたければホワイトもいいかなと思うので、ダークグレーかホワイトの2択で選んでいただくとすごくいいんじゃないのかなと思っています。大人の男性が1枚で着て様になる T シャツというのはなかなか難しいんですが、かといって半袖のニットというものをですね、真夏に着るのもまた難しいんですよね。できればこちらの方がより綺麗めに見えるので、50代の大人世代にはお勧めしたいんですが、最近の夏はもう狂気的に暑いので、まあ、このようなポンチ素材の T シャツを着ていただければ、ちょっとアウター見えもしてくれるので、50代の大人世代にも似合いやすいと思いますので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスに行ってみたいと思います。今回ご紹介したのはビューティー&ユースのリンクルワンプリーツテーパードパンツですね。ウォッシャブルセットアップ対応ということで、価格が 13,970 円ということで、これまでご紹介した中ではちょっと高めではあるんですが、これは大人世代にはすごく使いやすいボトムスかなと思います。まずはですね、50代世代に短パンは OK なのかなしなのかっていうところなんですが、まあもちろんですね、例外はたくさんあると思うんですが、なかなか短パンは似合いづらいかなと思うんですね。なので無理して短パンを履く必要はありません。もちろんですね、日頃からアクティブな運動されてる方だとか履き慣れてる方であれば、僕は全然短パンもいいかなと思うんですが、ちょっと短パン着恥ずかしいなとか、大人世代どうかなっていうちょっと不安な気持ちがある方は、無理して履く必要は全くないかなと思うんですね。なので今回はロング丈のパンツを皆さんにご紹介したいなと思います。こちらのボトムスに関しては本当にですね、僕の動画の中ではよく出てくるようなシンプルなイージー仕様のボトムスになってるんですね。まずは腰回りを見ていただきたいんですが、プリーツが入っているので、ちょっとですねゆとりがあるんですね。この腰だとかお腹周りに適度にゆとりがあった方が、50代の大人世代にはちょっと安心感があるんですね。ですが膝から下にかけてテーパードがかかっているので、ちゃんとですね足をきれいに見せてくれる要素もあるんですね。そういった意味ではちゃんとメリハリの効いてるパンツなので、着脱もしやすくて、なおかつプリーツが入ることでちょっとだけ今っぽさも漂うような仕様になってるんですね。それでいて膝から下に関しては大人世代でも結構ですね、そんなに太いということはないので、その部分はちゃんとですねすっきりと見えるような収納になっているので、まさに大人世代には適したようなシルエットになっているかなと思います。でこちらなんですけども、一応セットアップで対応できるようなやや綺麗感のあるボトムスになっているので、そのあたりのコンセプトも含めて大人世代にはハマりやすいかなと思うんですね。もちろんこれ単体で使うことを今回想定してるんですが、シルエットもすごく使いやすいですし、ビジネスシーンなんかでも転用しやすいような、そういった部分も含めてなかなかですね使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。色はネイビーとミディアムグレーと2本ありまして、このあたりもですねビジネスシーンでの活用を意識しながらのカラー展開かなと思います。いつもだったらブラックのボトムスをご紹介することが多いんですが、夏なので真っ黒ではなくて、まあ、ダークネイビーのこちらぐらいでもかえっていいんじゃないのかなと個人的には感じていまして、先ほどまでご紹介したようなブラックのポロシャツ合わせてもすごくバランスがいいと思いますし、ブルー系のオープンカラーシャツだとかダークグレーの T シャツとかホワイト
ワイトの T シャツなんかにもすごくハマりがいいので、これ1本持っておくと夏のボトムスとしてはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、素材感にちょっと特徴があって、よく見るとですね、表面に凹凸感があるんですね。このおかげでペタッとして見えないのと、すごくビジネスっぽいボトムスになるのではなくて、ほんのりカジュアル感も漂うので、このあたりの素材感もすごくいいかなと思います。またシワも目立ちづらいですし、肌との接地面が少ないのでペタッと張り付くことがないので、まさに夏に適したような素材使いになってるかなと思います。まあ、とてもシンプルではあるんですが、このような夏向けのボトムスを1本持っておくと、様々なトップスとの相性もいいので、非常に使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこちらもですね、皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元に行ってみたいなと思います。今回は季節感漂うようなサンダルのジャンルからですね、皆さんにご紹介したいんですが、こちらもですね、ビューティー&ユースのものなんですが、別注ビルケンシュトックチューリッヒサンダルですね。価格が 24,200円ということで、これまたちょっと高くはあるんですが、一度買えば結構長く使えるような間違いなく名作だと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。僕もですね、サンダルといえばビルケンシュトック欠かさずにですね、持っているものなんですね。実はこのチューリヒという形が僕は最も好きなので、同じチューリヒをですね、色違いで2色持ってるんですね。もう1色はちょっとベージュっぽいカラーの定番品なんですが、まあ僕がですね、よく使っているのがこちらのブラックスエードのチューリヒなんですね。これはですね、今から2、3年ぐらい前にエディフィスで購入した別注版なんですが、これもですね、ブラックベースのスエードになってまして、このようですね、バックの部分もちょっとこうブラウンっぽい色で、なかなかかっこいいなと思ったんですが、今年のですね、このビューティーユースの別注版めちゃくちゃ良かったんですね。実物も見てきたんですが、さすがにですね、チューリッヒだけで3足揃えるのも野暮だなと思ったので買わなかったんですが、これ今まで見た中で一番良かったなと思っています。まあ、ベースはですね、こちらと同じように黒スウェードになっていまして、大人っぽい仕上がりなんですね。大人のサンダルっていうのも結構難しくて、スポーティーなサンダルをですね、僕の動画の中でもよく出しますよね。例えばこういった他のサンダルなんかも出すんですが、まあすごくいいんですけども、50代の大人世代に似合うかというと、ちょっとスポーティーすぎるかなと思うんですね。あとはグルカサンダルなんかもご紹介することが多いんですが、割とですね、グルカもエッジが効いたデザインなので、周囲から見た時に理解されないことも多かったりするんですね。一方でビルケンシュトックというのは、あらゆる世代にとって定番的で昔からあるものなので、履いていてもそんなに違和感がないんですね。そういった意味では50代の大人世代にもビルケンシュトックのサンダルは間違いのない選択かなと思います。割と履くとですね、甲の部分がしっかりと隠れるので、カジュアルになりすぎないのと、だけどもデザイン的には結構エッジが効いていて、この2本のベルトですね、このあたりがちょっとモンクストラップのシューズみたいで、なかなかかっこいいんですよね。で、今回の別注版に関しては、まずはですね、ソール部分ですね、足との接地部分が通常だとこういったコルク素材のですね、ベージュっぽい色合いになってるんですが、ブラックになっているというところ、それはですね、僕の持ってる私物も同じなんですが、このブラウンっぽいコルクのやつだと汗をかいた時に結構足型がくっきりと出てしまうので、あんまりそれがですね、清潔感漂わないので、まあ、ブラックのですね、接地面になっているのは嬉しいポイントかなと思います。そして一番のポイントはこのバックル部分ですね、シルバーカラーになってるんですね。これがすごいかっこいいんですよ。このパーツ一つで僕はですね、このサンダルはめちゃくちゃいいなと感じたところなんですが、デザインもすごくですね、色合いとしてはシックで、ブラック単色でできているので、そこに対して金具がシルバーということで、一つのアクセントになってるんですね。ややモード感漂うような雰囲気で、これがめちゃくちゃかっこよかったですね。さすがに悔しかったと思うぐらいかっこよかったので、これはですね、50代の大人世代にもぜひおすすめしたいアイテムかなと思います。夏の着こなしはどうしてもですね、着用点数が少なくなってしまって、そんなにですね、おしゃれをするポイントがないんですよね。冬であれば色々と重ね着ができるので、おしゃれのポイントを盛り込むことはできるんですが、まあ、夏の場合はですね、それが難しい分、足元のサンダルでちょっとこのようなシルバーのバックルなんかを使いながら、ちょっとしたアクセント使いをしていただくのもいいんじゃないのかなと思います。スポーティーなサンダルもいいんですけども、先ほどご紹介したようなシャツだとかポロシャツだとか、あとは T シャツだとか、そういったものの中でもちょっと綺麗なものでまとめてあるときには、スポーティーなサンダルよりはビルケンのちょっとレザーを使ったようなサンダルの方がより相性がいいかなと思うので、ちょっと高くはあるんですが、一度買えばビルケンのサンダルってどんどん自分の足型に合ってきて、履き心地も上がってくるので、長く付き合えるような一足かなと思います。ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では50代の大人世代に似合う夏服5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、相変わらずですね、僕のチャンネルらしいベーシックで使いやすいものが多かったかなと思うんですが、まあ、その中でも素材使いだとか色使いだとかそういったところにですね、しっかりと大人っぽい要素を取り込んでありますので、まあ、かなり似合いやすいセレクトになってるかなと思います。まああえてですね、50代世代に向けたアイテムというのはいつもご紹介しているようなユニクロ GU グローバルワーク無印商品みたいなところは選ばないようにしてるんですね。というのも50代ぐらいの世代になるとデザインはベーシックなんだけども素材感はちょっと一定の綺麗さがあった方が僕は似合いやすいかなと思いますし、あとは着ていて気分が上がるかどうか自信持っていけるかどうか、このあたりも結構重要になってくるかなと思うので、着ている方の人口が多いようなファストファッションブランドではなくてセレクトショップのオリジナルですね、このあたりがちょうどいいんですね。もちろん上には上があってもっとですねお金を出せばさらに上質なアイテムは手に入るんですが、そこまでいくとなかなかですねハードルが高くてトライしづらかったですので、まあ、セレクトショップのオリジナルぐらいで買えるものというのがすごくバランスがいいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、これからもですねこちらの50代の企画の反応が悪くなかったらですね定期的にお届けしたいなと思っていますので、まあ、ぜひ感想も含めてですねコメント欄いろいろと書いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないような、まあ、今回まさにそうなんですけども、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくお届けしていますので、気になる方はこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画をチェックする時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃないんですね。写真と文章ベースでだいたい一記事あたり2分ぐらいで読めるような分量で最新のファッション情報を皆さんにお届けしています。おすすめの夏服だとか僕自身が実際に買ったものなんかをですねリアルタイムでどんどん更新していまして、僕も記事書いてますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。それだけではなくて参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので結構いろんなコンテンツに溢れていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。